はい。嬉しい限りで、トランスとの時期全然
国際国ってね。そう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 。みたいな感じしか思ってない。そうか。はい。ありがとうございます。まあそんなこともあってですね。そう、全く和太鼓の方と一緒にやったこともなければ、はい、やるっていう発想にも、まずは最初はなってなかったので、あとさっき考えずに、まあやろうっていう、その直感ですね。ありがたいです。でまあ、このチラシですね、方にも、プログラムが、まあ、軽く書いてあるんですけども、ヘンデルのパッサカリア、はい、原道さやかさん作曲の桜木、はい、またうちからは、まあ、土雲とルビーになるまでというのをですね、まあやろうということになってます予定ですね、はいはい、なってますがどうですか。どうですか。どうですか。太鼓は。太鼓は。それ嫌な質問だよ。嫌な質問。嫌な質問。嫌な質問。なるほど、こっちも聞きたい。うん、桜歌まずまあ作曲されてて、Facebook の。はい、投稿でもね、ちょっとだけ流させていただきましたけど、ダダン、そう、手でね、叩いてるやつなんですけど、うん、やるですね、はい、それが桜歌ですね。そうです、ね、はい、素晴らしい曲だと、なんで、ありがとう。恥ずかしいよね。恥ずかしいよ。そう、この間もね、俺の映像の時にミクサクとか言ってくれるから、気さくっていうことで、このままみたいな感じがしますよね。素晴らしかったですよね。皆さん素晴らしかったですね。大変ダサくないかな。そうそう、不安でしかないよね。わかる、わかる、はい、気持ち。まあ、それもね、太鼓、やっぱりね、音が大きい楽器でもあるので、まあまずね、バチで叩くっていうアプローチではなくて、手で叩いてみよう。うんうん、まあそれも桜歌っていうね、題名、曲名、まあ曲中もそういうイメージだから、ちょっとこう、命を芽吹かせるとかっていう意味もあったり、心音ね、ドーンドンみたいなのを使ってアプローチしようかなということで、今、必死にね、バランス取りながら頑張ってはいるんですけど。もともと、この曲できたのは、2年か3年くらい前の春に、今の編成ではない編成でもともと作ってて、それでまあもちろん和太鼓を入れるっていうつもりもなかったって言ったら変なんだけど、ただなんかこの曲入れてみたらどんな風になるんだろうってまず興味、それでお渡しをしてね、それこそやろうってなったすぐですね、うん、この曲譜と音源、こんな難しい弦がメインの、メロがメインの、楽曲に絶対太鼓邪魔やそうみたいな感じで、楽曲に太鼓を入れてみて、そう、最初、太鼓いなくていいって言ってたんだよね、うん、もう、そうだよね、もうやっぱいろんな音楽を聴くのが好きだから、まあ弦楽器のね、うん、いい音が潰れちゃわないかなとか邪魔、そうそう、邪魔しちゃ悪いかなとか、そういうところから入ってスタートして、ただね、実際やってみたらすごい良くて、うん、これはもう太鼓なしじゃもうできないくらい、ほらー、やったね、楽しい、俺の編曲力全部持ってくやん、それも出てないしね、俺の編曲、ね、にこうやってもらいたいなっていう思いが出てるよね。あ、そうか、まあ、まあ、というようなちゃんと突っ込んでくれ。俺が考えたとか言ってくれないと。いや、まあそうですね、太鼓の俺何も触ってないから、桜井さんに太鼓の何も触ってない、まあ、そういうのは構想は、まあ、基本的にね、こちらがやっております。はい、危なく俺の手柄だから、はい、で、まあ、で、このルリになるまでですね、まあ、こっち、うん、こちらの、まあ、忍笛の曲、もともとトランスドでもね、そうですね、はい、作ってた曲を、まあ、今度はフルートさんと
だったりね、詩の笛がフルートになって、メロディーがバイオリンとチェロとか、そういうとピアノに編曲をね、うんうん、で私も10月の時点でレディになるまで聴いてるので、うんうん、そのイメージと、じゃあ西洋楽器、西洋の楽器が加わった時にどうなるのかなって思いながらやったけど、まあそれはそれでいい味が出たのかなって、うんうん、本当に、うん、まあ、お届けできるかどうかあれですけどね、この機会にね、まあ、本番当日のお楽しみなところになるかもしれませんけど、今試してやってるところ時点ではかなり素敵なことになってるかと思いますので、ちょっと一味違った感じにはなってるかな、ね、うん、美しい、まあ、やってる側もやっぱりねそう感じるよね、うん、もううん、やっぱいつもと違うよね、しのぶえと合わせて太鼓を叩いてる感覚ともやっぱ違うし、うん、叩き方もやっぱ実際違うしね、違うね、全然違う、うん、そうなんだ、うん、変なとこ筋肉つんだよね、ね、うん、やっぱ打ち込みに行かなきゃいけないところももちろんあるけど、うん、太鼓だから、うん、だけどやっぱり音のバランスに合わせてね、うん、打ち、叩いていく、叩いていく、弾いていくっていうところが結構多いし、まあそういうことをね、試行錯誤しながら今頑張っております、はい、それから土蜘蛛ですね、出た出た、笑うしかないっていうね、もうね、うん、もう、まあ、これ多分さやかさんとじゃないとできないかったんじゃないかなと、まあ、それもそうだし、まあ、今はもうなんつうのできるできないとかいろんなその一番チャレンジしなきゃいけないザ・太鼓とそれにどうオーケストラがこうできるのかっていう一番チャレンジしなきゃいけない演目ですよね、うん、まあ、今もそうなんですけど、まあ、まだね解消しきれてはなくて本当に試行錯誤しながらね、まあ、やっぱりこちらがあのような演目で太鼓っぽい演目でね、うん、それをまあ出してしまうと先生のねオケの楽器の音っていうのがどうしても小さく聞こえてしまう、まあもっと言ってしまえば太鼓の方が大きく前に出てしまうっていうところのバランスをどうやって解消していくかっていうのが、まあ、レコーディングね、CD とかになれば、もうそういうボリューム調節でね、前に出したりとか弾いたりっていうことができるんだけども、本番はね、どうなるね、どうやらだよね。本当にそこが、まあ、打ち方もね、出し方も、すごい調整しながら、調節しながら、皆さんの耳にね、とか五感に達するまでね、技術を。駆使してお届けするということなので、まあ、その中でもね可能性はあるねってこの間初めてねリハした時には感じたし、まあ、お互いになんだとは思うけど、もっとこうしたら本当は良かったんだろうなとか、面白くねとにかくチャレンジしていけてるから ね、うん、もうね、まあ、この経緯でねこういう話し合いだったりとか、うん、そういう試し合いだったりとかっていうのが今後のね現代の音楽っていうのにたくさん使えてね、いって、まあ、私が独自のね音楽っていうのが皆さんのねところにお届けできるようになればいいのかなと、楽しみながらやってるような感覚ですね。はい、土蜘蛛はもう本当に初めての試みで、普通だったら曲ができてるもの、サクラウタみたいに曲ができてるものに太鼓を入れてもらうっていう発想でしかなかったんだけど、太鼓の音源をいただいて全く音階がないものから音階を生み出す、そしてもう完成されてるものからってなった時に、そこが何だろう、うん、最初のきっかけを探すのが苦しかったかな、うん、あで、やっぱり土蜘蛛っていう2人のもう作品になっちゃってるので、
考えようと思ってもね、動画とか音源聞いててもね、聞き入っちゃって終わっちゃうんだよね。普通に自分を見た。そうそうそう。そうそうまあ、終わっちゃったみたいな。うん。うん、もう何十回もそういうのを得て、じゃあどういう音を入れたらいいのかなって。そうだよね。まあでも、うん、いい形にね、いい形になりそうなところまでは来てますからね、うん、引き続き頑張っていきましょう、はい、行きましょう。まあリバイバーはね、まあ公演も引き続き実施予定でいますけども、はい、まあレコーディングをしたり、うん、ミュージックビデオを撮ったり、はい、まあ Facebook でね投稿させていただいたような音源を、はい、まあ引き続き配信していったりとかっていうことを考えて、はい、います、はい、いますということなので、まあ、そこをね、うん、どうなりそうなのか、うん、まあ、ちょっと編集とかね、まあ、どういう形に作品がなるかっていうのはまだわからないんですけども、まあ、どうなりそうかなみたいなことはちょっとここでお話ししていてもいいのかなというところで、レコがまずは控えてますね。はい、撮る音源としては桜ラビタルリになるまで、土雲、はい、まあ、それからあんまり言えないあんまり言えないよみたいなのがちらほらみたいなのを撮っていくと、はい、いうことですね。まあこれもね、うん、大変になりそうですね。それこそまあ Facebook なんかでね様子はお伝えしていきたいなと思ってますけども、うん、2日間、はい、劇場を貸し、うん、借り切って、借り切って、みっちりと朝から晩までと。終わるといいね。終わらせない。終わらせない。今の笑いで、まあ感じてくださってる方は感じるかと感じていただけるかと思うんですが、なかなかよね。うん、土蜘も入ってるしね。でまあ楽器も楽器数もね、太鼓以外にも、まあ、ピアノももちろんだし4つね、あるから、まあ、一斉に撮ることはもうあるけど、バラでね、どんどん撮っていかなきゃいけないっていうのがあると、土蜘蛛なんかね1曲13分ですから4パート撮っただけでも ねっていうようなことがあるんですっていうのをね、はい、お伝えしながらも、まあ形になるようにね、はい、奮闘していきましょうということで、まあそれが配信になるのか、はい、グッズとしてね、CD とかになっていくのかっていうのも、まあやりながら、うん、およいね、情報を出していけるのがいいのかなと、うん、そういうような情報もね、明るい情報を楽しみにということです。それでは本日は、原口さやかさんをゲストにお迎えいたしました。はい、2月24日リバイバー公演、お楽しみに。またねー。